ご通行中の皆さん、お勤め帰りの皆さん、こんばんは。原発ゼロを目指して今東京の首相官邸とも、連携してこの浜松で原発ゼロを目指す金曜アクションの行動をしています、メンバーです。皆さん、原発ゼロを求める国民の世論は約8割にも上っております。こんばんは。皆さん、直ちに原発はゼロにするべきだとするこの世論は 24% です。そして直ちに廃止まではいかないでも将来的には廃止をするべきだとするこの世論も 59% というように合わせて 83% の皆さんが原発はなくした方がいいと、こういう世論調査が毎日新聞でも出ております。当然のことだと思います。皆さんも未だに福島のあの原発事故は未だに収束するどころか、毎日汚染水などが海に流れ出しているんです。ところが安倍首相はこういう一旦暴走をしたら人類がコントロールすることのできないような危険な原発をさらに今世界に輸出を図ろうとしております。こんなことをやっていましたら私たちの孫子の代にまで原発が大変大きな影響を持つそういう国になってしまうんです。特に静岡県は浜岡原発があります。予想される東海大地震の震源域の真上に立つ世界でも一番危険な原発です。原発をなくそうという場合、世界一危険な原発からなくしていくというのが当然の筋ではないでしょうか。私たちはこの浜岡原発は永久に運転を停止して廃炉にするのが最も責任ある立場でありますし、最も合理的な方針だと思います。そういう判断をしてこそ自然の再生エネルギーの方向に大きく切り替えて安心して暮らすことのできる、そういう社会を作っていくことができるのではないでしょうか。皆さんのその安全と命、そして財産を守るためにも今こそ原発はゼロにしようというこの声を大きく上げていこうではありませんか。私たちはそのために東京の首相官邸の前で毎週金曜日に原発ゼロの運動をやっておりますけれども、それにこうしてこの浜松でも原発ゼロを求めて街頭で歌を歌ったりして皆さんにアピールをしております。ぜひご一緒に原発ゼロの世論と運動を作っていこうではありませんか。そのために全力を尽くします。ぜひよろしくお願いをいたします。